皆さんこんにちは。大変お待たせしまいました。ちょっと今配信もやってるので、その配信が今ちょっと問題が発生してるので、それでちょっと遅れてしまって申し訳ないです。天笠屋敷へようこそ。皆さんお越しいただいてありがとうございます。ちょっとこっちの方が寒いんですあっちの方が暖かいだけちょっと風が強いんですけど、この風景を楽しんでください。私たちの音楽とこの風景がぴったり合うと思ってこの企画をしたんですが、本当に天笠屋敷の恵子さんと、それから今日 のサウンドとビデオの岩切さん、それからこれが今日終わったら仏像の展示会があるので、それも楽しみにしてください。市毛さんの素晴らしい作品の中にあるので、その時もよろしければ一緒にいろんな話したりしたいですけど、まず曲に入りたいんですけど、私たちはセレスティと言います。サニー・エルがキーボードです。ピクシーコードという、自作の自分で考えて作った楽器です。それから私は尺八のブルースです。よろしくお願いします。なんかすごい久しぶりにライブをやるのはなんか不思議な感じですね。人の前で弾くのはもう6ヶ月ぶりですね。なんか感動します。ありがとうございます。今日は私たちのアルバムが10月にリリースしたんですけど、そのアルバムからの日本の曲もやるんですけど、最初の2曲はオリジナル曲で、後ろにある意見もあるんですけど、この光の反射しているイメージの曲です。池でも川でも海でも、英語のタイトルは Light on Water です。これは去年ツアーで一緒にやったんだけど、日本語のタイトル何でしたっけ。水上の光みたいな。そうです、水上の光。そうです、曲です。
ありがとうございました。最初は、Light on Water、水上の光、それから On a Breeze ですね、風に乗った。もう文字通りに風をバックにして、この森のサラサラの音と、なんていうか、この竹林の音と、この曲が気持ちよく吹けた。ね、本当に贅沢ですね、こういう、ね、バックして。私たちは去年の春に日本全国ツアーを回って、まあ、よく路上でもやってるんで、去年の春に福岡行ったらすごい寒くなって、寒波があって、ストリートですっごい寒い中でやってたんだけど、もう今日は平気ですみたいな感じ。全然ちょっとでも寒くんは、まあ、寒がり、平気ね。どうですか、音は届いてる？あっちに。そう、今は配信できてる？配信できてる？そうですか。ああ、おお、じゃあまた別の客さんが いらっしゃるので、そう、全世界からも、ヨーロッパもカリフォルニアも、僕の、生まれ育ったカリフォルニアもオーストラリアも、いろんな友達が今見てくれてるから、ちょっと今英語に切り替えちゃうんですね。Hey, welcome to our live show here at the beautiful Amakasa Yashiki, this beautiful samurai residence in Kamakura. We just played two songs from our new, both songs are original. The first one was called Light on Water, and the second one was On a Breeze. So we are out here, there's a pond nearby, and there's a beautiful maple tree here, and all around us we have nature. You can probably hear the wind too in the microphones and things. So we hope you enjoy the show here from Kamakura. この風の音とともに、ね、風の、風景。さて、Yes. 次は、里の秋。そして
Thank you very much. That was Sato no Aki. Sato in English is like my hometown or my my place where I was born. And this is the fall in the place I was born. Sato te, umare sutatta tokoro desu ne, toka. Ne, so you, like a natsukashii kanji. Sato no Aki deshita. 次は私たちのアルバムからもう一曲で良い街くせ。ありがとうございます。Thank you. 良い町でした。今日はいろんなコラボレーションがあって、
場所とこの音楽と、あとで市毛さんの仏像と、今日はビデオの、岩切さんもいろんなセッティングして、それから今日の私たち の、この新しくできたこれ、バティックです。インドネシアの伝統芸術のものすごい長い歴史がある、奥深い、バティックというテクスタイルなんですけれども、日本人であってずっと、インドネシアで頑張ってる、上田優香さんがデザインして、おとといなんとおととい、届いたばっかりで、セレスティアのコスチュームです。優香ちゃんが今多分インドネシアで見てくれてるから、本当にありがとうございます。私たち その今日の知らせに、優香さんの、ホームページとかインスタグラムが載ってるので、ぜひご覧ください。すごいいろんな素敵な新しい感覚で、ソレスティアにぴったりな、宇宙観のある芸術作品がいっぱいあるので、yukaueda.com ですね。はい、さて、What's that? Beyond? あ、OK。じゃあ、ここから、サミ君の新曲で、僕も今日は初舞台ですね。まあ、頑張ります。Beyond っていうタイトルですね。Not sure what tuning to use. I got to get the G up here. Thanks for waiting.見れない。No, just want to make sure I have something in the right key. Okay, done. Thank you.
サニエロ作曲、Beyond、Beyond、はるか、はるか向こうにっていう、はるか向こうにっていう、文字通りに、すごい気持ちいい。今日は本当はこのもみじが主人公ですよ、ね、あの2部の方のステージもあるんですけど7時から中でやるんでそれもあのうまくいけばあの、ね、放送もしますのであの全然違う曲をやるんでその2部の曲のプログラムの中にもみじをやるので必ずやりますね。いやそうですね、お正月ですね。これはあの僕らのアルバムのタイトル曲じゃないんだけど、なんか一番なんか賑やかで楽しいポップ的に。Thank you.
ありがとうございます。お正月。That was from our album, Celestia. You can find on Bandcamp. And that's called お正月, which is New Year's. And New Year's is really fun for children here in Japan. And it's sort of like Christmas is in America or in, the, in Europe, where the family gets together and has a feast. And it's really nice. お正月ってね、アメリカだったらとかヨーロッパだったらクリスマスみたいな感じで、家族が集まって食べたり、テレビ見たりするよね。すごい楽しい、ね、お正月。今年のお正月どうなるんだろうね。すごい変なんだね。まあ、皆さん、テレビ見て、なんか美味しいもの食べて。人集めるの、集まるのはちょっとあれだから。でも、お正月。さて、これはもう。
大学に大学に今は五木の子守唄でしたね。これもドンキドンキドンキ。That was 五木の子守唄。That was the lullaby of 五木. That's a famous song from 九州. Down south. It's a beautiful melody. It sounds a lot like a jazz standard, actually. What's the jazz standard? どっちが先かな。多分いつき子守唄の方が先じゃないですか。いや時々間違えちゃうんですよこの曲。いつきの子守唄のつもりで。そっちの方に行くって。さて、ゴンドラの歌です。
ガドローの歌、ありがとうございました。皆さん寒そうですね、ちょっとね、もうこれで あと1曲で終わりにします。すいません、長く寒く、付き合っていただいて。 Everyone there at home and all of you watching us on our streaming, thank you so much for joining us. We'll do another show at 7 indoors and with a totally different vibe, I'm sure, and all different songs. 2部もあります。7時から全然違う曲で、それは 100% ストリーミングで中でやるんで、あったかいドーマのドーマでやるんで、でも本当にこのお庭をバックにしてするのはとても楽しみにしてきたんで、とても今日は本当にありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。ソレステイです。よろしければ後でちゃんと距離を置いてCD のサイン会をやりますので、よろしければ。2人とも CD を出している、あとセバスティアのアルバムをダウンロードできるようになっているので、皆さんに感謝です。じゃあ最後は浜辺の歌です。夏の Thank you.